はい、今私はハノイホテルの前に来てますね。ハノイホテル、はい、ここからすぐ歩いてもうすぐのところに新しいサービスアパートができたのでこれからご紹介しますね、はい、じゃあもう早速アパートまで歩いていきますね、はい、この辺りは結構ねおしゃれなカフェがこう立ち並んでて広いスカッとしたところですね。でハノイホテルのねちょっと向こうの方にフードコートがあるんですよね。私はよく利用するんですけども、とっても美味しい中華のフードコートがあります、はい、ここはね24時間空いてるのでもう11時とかね12時とかねお腹減った時には僕いつもここに来ます。ここの麻婆豆腐とでチャオガーですねをいつも食べるんですよね。あと空心菜、この3つをビールと1杯だけ飲みながら食べるというのが私の残業した時の、まあ、食事になってますけど、はい、そのハノイホテルからすぐのところですね。ちょっと入るとねこれ残房通りっていう通りなんですけど、普通皆さん残房通りっていうとねランハー通りにこうつながっているあの広い大通りをイメージすると思うんですけど、この小道ですね、枝道もね実は名前は残房なんですよね、はい、なんでちょっとこの先にサービスアパートがありますので、周りの雰囲気を見ていただきながら、ご紹介していきますね、はい、今ちょうど今ねお昼時でねベトナム人の方々が集まってきてランチを食べてらっしゃるんですよね、はい、まあとてもローカルチックなお店がぐわーっとこう並んでますよね、はい、美容室とかあったりね、まあ、お食事ご飯屋さんがメインですけども、はい、こう立ってます。でカラオケがあったりカフェがあったりね、はい、やってます、はい、このここをぐるっと右に曲がらされるんですよね。もうこの辺一体ローカルの雰囲気がねにじみ出てますよね、はい、まだこの小立の道がこうちょっと続くんですけども、ここはもうベトナムの下町、はい、こういうところにベトナム人の方々がこう生活をされてるんですよね、はい、でも環境的にはねとてもなんかこう恵まれてるっていうか、はい、僕はねそんな気がします。日本のね乾燥的なのみ乾燥としたマンションではなくてなんか情緒があってね、で下に降りていけばもう美味しいフォーとかブンチャーとかベトナムの美味しい料理がスッと食べれて贅沢だなという気はします。でそう思いきやこういったね多分これ大きな資産家さんの家だと思うんですけど、すごい高そうな犬がねこうそこに 4,5 匹この中で飼われてるんですけど、そんな家が見えたりしますね。でこうやって今ご飯を皆さんでねテーブル囲んで食べてらっしゃる、フード&ドリンク、こういうおしゃれなベトナムの、はい、レストランがあったりとか、ちょっとしたカフェですよね、ちょっとしたカフェがこうあったりとか、はい、こういう、まあ、雰囲気のある中でポーンと出てくるサービスアパートが今からご紹介するここです。これこの白いサービスアパート、これですね。ここの中にあるサービスアパート、これここの中にって言いますのが2階3階4階の3フロアだけ、全部で5部屋、たった5部屋だけのサービスアパートで、6階以降はオーナーさんがお住まいになってるんですよね、はい、オーナーさんの居宅です、はい、ですので、まあ自分の家なんでね、入り口の玄関付近もきれいに整えてらっしゃって、で、低層階だけお貸ししますよということです。まあこの、立ってる状況をね考えたら、まあ別に高層階じゃなきゃダメとかね、見晴らしがどうとかあんまりそういうのはここは関係ないのかなと、はい、ただこじんまりと50平米65平米のワンベッドルームと110平米ぐらいのツーベッドルームのたった5部屋だけなので、まあ金額も700ドル台抑えられてますのでね、皆様にも合うんではないかなと思うのでご紹介させてもらいますね。これから部屋の中ですね、取っていきます。エレベーターがついてて1フロアに2部屋あります、はい、まずこのフロアに2つですね、ワンベッドルーム、違うタイプのワンベッドルームが2つあります。まずこちらからいきましょうかね。このタイプが、はい、まず取っていきます。65平米ですね、65平米のワンベッドルーム。でもう一つこちらが、50平米ですね、50平米のワンベッドルーム、2つあります。ちょっとこっちの方がひどいですよね。はい、撮っていきます。まずさーっとビデオを映しますね。はい、こんな感じです。 L 字型になってるんですよね、はい、L 字型になってます、はい、
まずじゃあ、順番にね、取っていきます。ここにキッチンがあって、これは、電気のクッキングヒーターですね。電気のクッキングヒーターがあります。で、二口でキッチンシンクがあって、まあ、もろもろここはサービスアパートですから、はい、お皿とかね、すべて細々としたコップからまな板、包丁、チョップスティック全部つきます。で、東芝の、ライスクッカーで電子レンジですね、まあ、オーブンとかそこまでのものはつきません。はい、ですからそれ以外のものはだいたい一通り揃えてくれています。はい、ちょっとまだセットアップがね完全に終わってないんですけども、はい、こんな感じですね。で、冷蔵庫が、エレクトラックスの冷蔵庫が入っていると。で、入り口がここなので、入り口が入ってすぐ左側にお手洗い、洗面、お風呂がありますね。はい、こんな感じです。バスタブもちゃんとついてます。バスタブもついてます。はい、グラスシャワー、シャワーですね。はい、ただまあこの上にお湯タンクがあるので、ここは50リットルですから、まあちょっとまあ小さいんでいけるかなと思うんですけど、まあでもなみなみね、継ぐと、毎日50リットル出てちょっとバスタブ厳しいかもしれませんね。シャワーここにまたいで、ここでシャワーカーテンをしてシャワーを浴びていただくというふうになるんじゃないかなと思います。はい、ヒップウォッシャーみたいなのもちゃんとついてますよね。で、洗面の下もちょろちょろっとしたいろんな収納がついてます。はい、トイレットペーパーとかね、いろんなものを収容できるものがついてて、大きなガラスがあって、ここに電源を確保してますよね。相当の洗面器を使われています。はい、こちらはどこのメーカーかな、メーカーがわからないですね。はい、こんな感じで、もう一度居室に戻りますね。左側キッチンがあったので、ここにダイニングテーブルが来ます。で、ぐるっと回って、ここがリビングですかね。はい、日本の番組もちゃんとつきます。8チャンネルだから NHK 以外に民放7チャンネルまで、見れるような、準備はしてくれてます。はい、ウォーターサーバーももちろんついてますが、上にはめ込む19リットルの、ね、ウォーターボトルに関しては、買ってくださいねと。1本19リットルで300円ぐらいですね。はい、で、ガラスがあって、ここはちょっと吹き抜けですね。吹き抜け、はい、似合ってます。ずっとこう上まで、天井までこう抜けてるので、ここ開けてね、で反対側 の、 向こうの扉を開ければ風がさーっと通りますね。はい、風通し用の吹き抜けをつけてくれてます。はい、じゃあ、ベッドルームですね。はい、まあ、ベッドルームがこんな風になってて、収納もきっちりとこう天袋までついてます。はい、ちゃんと一応カーテンもね、して遮れるようにはしてます。はい、ここをまあガラスにする理由はもちろん、ここが一番明るいですよね。外 の、 光が入ってくるので、この光をここ壁にしてしまうとリビングが暗くなりますよね。ですからそれを避けるためにガラスにしてると。この方が明るいですよね。はい、こんな風に、まあ、考えて作ってくれてます。エアコンはもちろん壁掛け型ダイキンのエアコンがあります。ここともう一つですね、こちらリビングにも2つエアコンがついています。もちろん冷暖房 2way ですね。冷暖房完備です。はい、で、まあ、テレビもねここにつけるんでしょう。ちょっと今まだ設置はできてません。壁掛け型のテレビがここにつくんだと思います。はい、で、横にちょっとした読書灯があって、執務机があります。あ、読書灯こちらにもありますよね。はい、まあ、ベッドはねこんな感じ、まあまあ大きめ、セミダブルって言いますかのベッドがついてる。はい、上は綺麗にねくり抜いて、蛍光灯を入れて明るくしてくれてます。はい、で、65平米のこちら広い方のワンベッドルームですね。ちょっとしたこういう、まあ、タバコを吸うような、エリアがあって、ちょっとしたバルコニーですね。はい、でここには洗濯機もついてます。乾燥機能はありませんけど洗濯機はあります。はい、でまあここでハウスキーパーさんが洗濯もしてくれてね。で、乾かすのは多分上かどっか下にある乾燥機のところに持ってってやるんだと思います。はい、でちゃんと折りたたんでアイロンもかけてここに持ってきてくれるところまでのサービスがついてます。はい、まあ、女性単身でもね洗濯機が中にあるので安心してねお使いいただけるんじゃないかなと思います。はい、目の周りの通りがあって、その奥はなんか学校があるみたいですね。はい、運動場がありますよね。おっと、何人、結構外国の、あ、先生は外国人の金髪、
ベトナム人、あ、外国人の西洋人の子供さんもいますね。なんかインターなんでしょうかね、ここは。ベトナム人だけの学校ではないみたいです。はい、こういうのが緑に、ね、囲まれて学校があって、はい、こういう環境ですね。これが65平米のワンベッドルームです。はい、じゃあもう一つ、この隣にある50平米、ちょっと狭いんですけども、50平米のワンベッドルームもご紹介しますね。はい、エレベーターが降りて2部屋ありますね。はい、で、もう片方ですね、もう片方。こちらがエレベーターですね。エレベーターがあって、ここ、今ここですね。次、もう一つこちら。はい、50平米の部屋ですね。こんな感じです。少し狭いですけどもね。L 字型のキッチンがあって、冷蔵庫。まあ、一通りのものは全部揃ってます。自炊する方でも、まあ、こんだけあれば十分自炊はできると思いますね。で、ちょっと狭くなりますが、リビング。で、こちらが今ありました。はい、インターナショナルのような学校があって、今生徒さんがこうボール遊びしてますよね。はい、ここはバルコニーはつきません。バルコニーはつかない。狭い方にはバルコニーはつきません。ここはベッドルームですね。はい、こんな感じですね。ベッドルームがあります。はい、まあここは明るい、ね、ベッドルームもそうですし、リビングもこういう窓がね、サッシがついてて、ただ全部開けてもね、ここちょっとだけかろうじてバルコニーがあるからという感じで、はい、下はこういう通りがあってですね、まあ、木がすごくね生い茂ってる南国独特の、はい、木の茂り方ですけどもね、はい、どうもインターナショナルのような感じですよね。とっても、いろんな金髪の方々、お子さんが結構遊んでらっしゃいますが、何の学校でしょうかね、ちょっと知りません。はい、こんなのがここにあって、突然綺麗なアパートが建ったんで、もうびっくりしたんですけども、はい、これが今完成して皆様の入居を待ってる状態ですね。はい、で、今入り口こちら入ってすぐ左側が、サニタリースペースですね。はい、バスタブがあって、はい、ここに洗面で、ここがお手洗いですね。お手洗い、ヒップウォッシャーも一応ついてますね。はい、お湯のタンクは30リットルですね。30リットル。はい、どうでしょうかね。まあ単身向けのサービスアパートですね。はい、で、じゃあこれが一体いくらかですね。いくらぐらいか、はい、ちょっと説明します。700ドル台なんですよね、これでね。はい、1000ドルは優遇に切ってます。新しいんですけども、1000ドルを切ってるんですよね。はい、今これ見ている50平米で、こちらちょっと広い方ですね、広いタイプの65平米があって、この65平米で家賃が770ドル、税金込みですね、サービス込みで770ドル。はい、770ドルで、もう一つの狭い方ですね、今見ましたね、50平米、あれが715ドル。はい、ちょっとだけの差なんですけどね、715ドルとこちら広い方が770ドルですね。はい、この家賃700ドル台の家賃に含まれているサービスっていうのが税金と管理費、デッドインボイスはもちろん出ます。はい、あとは、ハウスキーピングサービス週3回、掃除、洗濯、お皿洗い、アイロン掛け、全部やってくれます。はい、あとはまあこの家具とかの使用料ね、もちろん全部入ってます。自由に使ってください。電化製品、家具はフル装備。インターネットの使用料ですね。はい、Wi-Fi のインターネット、光インターネットの、もう設備が入ってますので、パスワードを入れればすぐに使えます。はい、それと、まあ、日本の番組ですね、が8チャンネル、日本の番組が8チャンネル入ってます。日本の番組が8チャンネル入ってます。あとはね、蛇口ひねって出るこの水道料金、これも無料です。はい、これぐらいのサービスがついて700ドル台。あと必要なものっていうのがね、電気代ですよね。これは皆さんで毎月締めて、オーナーさんの方から請求書が来ますので、レセプションの方で払ってくださいと。使用分に応じて払ってください。あとは飲み水代ですよね。ウォーターサーバーがありますけど、ウォーターボトル19リットルの飲み水。1本19リットルで300円ぐらい。これ使った分だけ電気代と一緒に請求をしてお支払いしてください。ですね。あとは特に、必要なものが皆さんが日々食べる食費とか、その辺はね、ご自身で払ってもらわないといけませんけど、それ以外大体もうこの家賃
中に、いろんなあの掃除の料金とかも全部入ってますので、インターネットもね、はい、この中で生活をして、まあ、インターネットで仕事をする分に関してはお金はかかりませんよと、家賃だけです、家賃全部入ってます、はい、いかがでしょうかね、はい、この金馬のエリアのすぐ近く、残望通り、残望エリアですよね、この辺り、はい、あのハノイホテルがとても近いですよね、ここから、はい、もうあの金馬のエリアのど真ん中なんですけども、そこに建った新築のサービスアパートです。はい、ご入居は順次あの進んでいってますので、はい、ご希望の方はいち早くハノイリビングの方までお問い合わせください。内覧等の希望あればいち早くください。はい、以上、金馬の残望通り、残望エリアに建ちました新しいサービスアパートのご紹介です。